帰国で大変ですね。結構お金かかりますね。涙が出そうだよ。破産するわ。頼む。10万円を僕にくれ。頼むよ。お願いします。ようこそ YouTube のゆいです。有个ゆい YouTube 主要是在分享日本和台湾的文化交流，有趣实用的日文分享和我的日本上班族日常。喜欢日本文化或正在学习日文的你，不要犹豫，按下订阅，还有开启小铃铛吧。我有一个朋友啊，他在波兰当日文老师，最近回来日本了，现在在东京隔离2周。政府规定是回来日本的人，他不能搭飞机，国内飞机他也不能坐新干线任何电车，也不能搭计程车，等于说他必须得在东京找一个地方住下来，住2个礼拜，然后才能回去大阪。我自己很好奇这些回国者实际情况是怎么样。那可能相信有些人对这个部分也比较关心，所以今天就邀请这位朋友来给我采访。那全程都是日文，所以听不懂的可以开 CC 字幕。你好，大家好，アイクです。アイクさん、今日のインタビューよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普通に帰国できたんですか？いろいろ面倒くさいことないんですか？スーパーめんどくさかったよ。めっちゃめんどくせえね。何が違うんですか？まず飛行機は自分では予約できないです。自分で予約できない？すべての飛行機はキャンセルされていて、発着陸は禁止されているんですね。飛行場、空港から飛行機が飛び立てない、着陸できないっていうルールがあるので。はい。普通の飛行機は飛んでいないですね。なんで乗ったのは普通の飛行機じゃないってことですか？つまり普通の飛行機ではないですね。で、通常ポーランドのロックダウン中に、飛んでいる飛行機は政府の飛行機、チャーター便。へえ。飛行機自体は日本行きの飛行機とかどこどこ行きの飛行機っていう情報を日本大使館、メッセージを日本人に送っているから、それを見て、あ、これは乗れそうかなっていうものもあるし、あとこれは無理かなっていうやつもあるんだよね。例えば明日の昼行くよみたいなのをメッセージが来ても、いやいやいや、今から出発しても空港まで行けないみたいな、間に合わないっていう、それぐらいギリギリに分かることもある。大変ですね。飛行機の中は普通の飛行機と何か違いますか？全然違います。普通の飛行機ってたくさん人が乗るでしょ。はい。まず人が乗ってない。1人3席もらえるよそれはメリット、最高だねって思ったCA とかみんなの服装も普通ですか？それか手袋とかマスクとか。服装は普通でした。防護服とかは着ていないなんだけど、マスクと手袋は、飛行機だけじゃなくてポーランドの国内が全て着用必須なんですよ。必ずつける。なるほど。飛行機に乗ってなんかアンケートとかされたりしますか？日本側のアンケートが届きたよね。届きました。紙は何が載ってます？どんな質問がありますか？まず入国する時の流れが書いてるんですよ。あ、はい。これから2週間あなたは隔離生活を送ります。はい。隔離生活を送ってほしいなって書いてあるね。あ、送ってほしい、強制ではない、お願いですって書いてるね。そう、強制ではないですかこれ強制じゃないのかなとか思うんだけど、一応お願いですって書いてある。不思議な仕組みだよこれ。隔離するときに健康アンケートっていうのを書かなきゃいけないことになってるのね。健康アンケート。そう、毎日役所から電話がかかってきて、あなたは健康ですか？ 37.5 度以上の熱はありますか？もし熱がある場合は1を、そうでない場合は2を押してください。毎日かかってくる電話が嫌な人は LINE で聞いてあげるよっていう案内もあってね。でも体温計持ってない人はどうしますか？分かんない、持ってないし。でしょ分かるわけない、うん、自分の自覚で、あ、今大丈夫そうだなって、今熱出てるなって、そういう感覚しかないんですよね。感覚しか分からないよね。そうだね。だって普通海外戻ってきた日本人だって体温計持たないでしょ。誰も持ってないです、はい、そうですよね。そういうところですね。あとはあなたはどこにいますかとか、一番重要なことだよね。帰る場所とか、飛行機が到着してから入国する前に検疫の話を受けた後に受けたっていう署名をする紙とかね、はい、そういうものが配られました。検疫を受けた、何を受けましたか？説明とテスト。テスト、あなたはコロナですか、 G
違いますか？病院の検査と一緒。私検査受けてないからどんな検査ですか？インフルエンザのテストと一緒でピュイーってこれぐらいのピュイー細いやつがあって、それを鼻にピュッってぶっ刺して、うわ痛そう、ふがふがってなりながらピュッて抜かれてハーってなって、そう、はい終わりですって言われる。結果出るまでどのくらい時間かかりますか？意外とかかったね。4日だっけな。説明では1日から2日できますって書いてあったんだけど、ずっと来なくて、はい、不安じゃん。あ、俺もしかして陽性なのかなみたいな疑われてるのかな、どうしようって思ってて心配してました。すごい不安だったんだけど全然陰性だった、うん、よかったですね。あ、よかったです。空港から今泊まってる場所の移動は、あ、僕はね、あの一緒に帰ってきた人が車で帰るっていうから乗せてもらったのね。でそれはルールがあって、休館以内は僕みたいに外国から帰ってきた人は、あの電車、バス、タクシー、国内線、飛行機ね、全部乗っちゃダメだから、はい、一番あの早いのが自家用車。僕はあの車がないから、あの一番早いのがチャリ、チャリですチャリか無理ですね。成田空港ってめっちゃ遠いからね。泊まる場所までも何も使わずに行かないといけないから、まあ、僕はたまたまね助けてくれる人がいたから車で送ってもらったけど、はい、もし持ってなかったらタクシーもダメで、特別な一人しか乗せない特別料金のタクシーみたいなやつ、その辺を回っているタクシーではなくて、事前に予約しておいて、その目的で来てくれて、その目的で帰ってから消毒をするみたいなことをする会社だったらいいって言ってるんですよね。まあその値段がね、あの成田空港から東京までが3万円するんですけど、上だよね。上、あ、よかった、僕本当よかったわ。よかったんですね。3万円払うとこだったわ、最悪だわ。だって帰国するのも結構値段しますよね、飛行機だけでも。で飛行機だけでも超高かったよ。具体的に言わないけど普通の飛行機の3倍ぐらいしたよね。あ、きついきついですまあ3倍したから席は3つかなみたいな席3つもらえたわ帰国すると指定の場所で隔離してくださいってどういう場所ですか？具体的には多分政府が用意したホテルのことを指しているんだけど、僕はそこに行かなかったんですよ。全員がそうだとはわからないんだけど、僕の時はこの今住んでいるところが2週間だけ借りたアパートマンションみたいなところなんだけど、はい、俺アパートマンションみたいな一人暮らしで一歩も外に出ないんだったら OK なんですよね。で逆にあのホテルを予約しましたっていう人はホテルの中で人に会っちゃうからダメって言われてて、だからその宿泊先がホテルを予約してる人は、あ、ダメだから別のホテルに連れて行きますみたいな感じで、検査結果が出るまでホテルに連れてかれます。強制です。今泊まってるところはみんな帰国した日本人ですか？ここはね、あの普通のマンション、アンスリーマンションを手掛ける会社みたいなのが、はい、2週間帰国する人が泊まる場所がないから、これはビジネスチャンスと思って2週間プランを用意して貸してくれる料金どのくらいですか？一泊1万円ぐらい。なんで2週間は14万円5万円ぐらい、ざっくり言うとね、うん、うわ帰国で大変ですね。結構お金かかりますね。涙が出そうだよ破産するわ、頼む10万円を僕にくれ頼むよ、お願いします。で今の部屋から全然出れない状態ですよね。ご飯とかどうしますか？ルール上は出られないことになってます。はい、一応ルールは守る。日本って本当不思議で、めっちゃ不思議で、あの誰も見てないんだもん、だって、うん、僕がさ悪い人だったら出ていくよ。近所とかも、あ、この人は隔離中ですよって知らないんですよね。知らない知らない、何にも手がかりがないから何もわからない、出ないようにするけど、でも出ようと思えば出れる。僕が悪い人だったら出ます僕はね、ご飯は友達が持ってきてくれるから、はい、あの 家の前にこういう風にね、はい、あれと一緒、ウーバーイーツと一緒です。友達をウーバーイーツ預かりされてますか？友達ウーバーイーツです。マジ神ですわ、神。ポーランドと比べて日本の検疫どう思いますか？日本のやり方は、非常に緩いですまあだってさ、人いっぱいいるじゃん外
窓からさ、ひゅって見たら、もうたくさんいらっしゃいますね、さすが東京ですねって思うぐらいいっぱいいるよね。マスクはさ、日本人ってマスク好きだから、はい、みんなつけてるけど、でもさ、手袋はさ、つけてないじゃん、はい、いいのかなって僕は思うし、はい、成田空港から帰ってきたんですけど、はい、で僕は両替しに行ったら、両替のおじちゃんは手袋つけてないから、はい、あ、俺今テスト受けて、これ陽性だったらこのおっちゃんどうなるんだろうって思いながら両替するし、そうそう、日本って緩いよね。具体的なルールが何もないじゃないですか、うん、そうですね。密を避けましょう、これは密ですとかさ言ってるけど、日本語がさよくわからないと何を言ってるのかよくわからない不思議なルールだよね日本の文化を知らないとどういうことが言いたいことかが理解できないような難しいルールだよね。そうですね。他の国と日本の方向性っていうのが少なくとも同じではないはずなんだよね。ある国がウイルスを絶対に広めない、一人も増やさないっていう意思でウイルスを持っている人を隔離したり、ウイルスを持っていると疑わしい人を検査したりするのはそれはありだと思うんでね、厳しくなるじゃん、はい。で一方で日本はウイルスが広まるのはもう防げないって分かってるから、人が死ぬ人数を減らしましょうとか、経済活動が不況にならないようにしましょうっていう考え方で生き延びようとするっていう方法を取るのもそれもまたありだと思うんで、別にどっちでもいいじゃん、最終的に成功するならどっちでもいいと思うんで、ね、だからその日本の対応が緩いとは僕は思うんだけど、まあ、じゃあ間違っているのかというと分かんない。だってどっちが正しいかなんてまだわからないじゃないですか。そうですね。誰も体験したことがない危機なんだから、何が正解かは誰にもわからない。早く収まるといいですね。本当に早く収まってくれて、僕仕事がないんですけど頼むよお前無職になるって言うけどさ、はい、無職になった後の人が再就職できないのが問題なんだ。そうなんですよ。職を失うことが問題なんじゃなくて、再就職できないことが問題なの。そうなんですよね。早く終わってよ、頼むから。其实在国外的日本人要回来日本是没有那么容易的，这些费用加加起来起码也要花到二三十万甚至四五十万。我在访谈之前做资料收集的时候还有看到，日本政府为了让旅外留学生能够回到日本，甚至还停掉他们的奖学金。那学生在国外他可能没有奖学金没有办法继续生活的话，可能就会选择回来日本。可是为了回国还有两周隔离，一时之间要生出二三十万，对学生来讲应该也不是那么容易的事情。可是在费用这方面，日本政府没有提供补助或是推出相关的政策，只是单向性的透过砍奖学金的方式让学生提高回国的意愿。我自己也有留学过，如果我是那些学生的话，我也觉得是真的还蛮无助的。好的，虽然今天的话题比较严肃，但希望能够透过影片让大家比较了解日本现在归国者的隔离状况实际情形是怎么样。那就欢迎大家留言分享，还有讨论你对于日本政府这次处理进行肺炎各方面的政策措施，对于归国者隔离的政策有什么样的看法。那我就下支影片见咯，等你。やばいやつ。雲がいた。やばいやつがいた。雲がいた。どうした？今雲がいた。雲がいた。雲がいた。